はい。今日の一問一答ですね。介護支援分野。許宅介護支援という単元になります。指定許宅介護支援事業所の運営について、次の記述は正しいか誤りか答えよう。問題。利用者が偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受けたときは、都道府県に通知しなければならない。利用者が偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受けたときは、都道府県に通知しなければならない。 というにうにありりりまますす。が、これは誤りになりますもちろんですね利用者さんが、まあ、保険給付というものを不正受給しているものを発見したとするならですね通知しなきゃいけないと報告しなきゃいけないということはこれもちろんその通りなんですけれども通知先っていうのが違うわけですね。これは都道府県となっておりますがまあ実際のところ保険者というのは市町村になりますので市町村に通知しなきゃいけないと。 いいう,うになっているわけですねでこれ一見ともすればですね許諾、まあ、介護支援とくれば、まあ、指定をしたり指導監督したり指定更新したり効力停止したり名称公示したり、まあ、いろんな権限を持っているのが都道府県になりますから、まあ、ともすればですね、まあ、都道府県に通知しなければいけないということで丸というふうに思うかもしれませんがこれはあくまでも利用者さんの不正を報告すると。 ということになりますので事業所のの指定云々といいうのは全然関係ないわけですよねですのでこれはあくまでも保険者である市町村への通知ということになりますので、まあ、これを押さえておくといいかなというふうに思います。でまたですね利用者さんをこの市町村にこういったことがありましたよということで通知しなきゃいけないケースというのがまあ他にもあるわけですけど、まあ、どんなケースがありますかといったらまず一つはですね 事故を起こした場合ですね。事故。まあ、何らかの不利益を利用者さんに、えー、与えてしまったという場合ですね。居宅介護支援事業というですね、サービス提供、ケアプラン事業ですね。このサービス提供をするにあたって何かしら利用者さんに不利益を与えてしまったという場合ですね。事故を起こしてしまった場合。そういった場合というのも、これ市町村に通知しなければいけないと。で、またですね、この利用者さんというのが、 このケアマネジメントというものの、まあ、言うことを聞かないと、まあ、サービス利用にあたっての指示に背くということですね、まあ、それで要介護状態を悪化したという場合なんかに関してもこれ市町村に通知しなければいけないということになっております、まあ、そもそも要介護状態を悪化させてはいけないと悪化しないように努力しなきゃいけないという努力義務というのがあるわけですよね まあそれを怠って要介護1の人が要介護2になりましたとそれで要介護2で認定を受けてその分のまあ保険給付を受けるというのはこれはどおりにかなっていないということなわけですねですからそういった場合というのも保険者である市町村に通知しなければいけないと利用者さんがそういう状況になっているのを発見した場合には通知しなければいけないとこういうような決まりというのもあるわけですねですのでまあそこも併せて押さえておくといいかなというふうに思います でまた今度はですねこれは過去を引っ掛けなんですけれどもこういうような問題も出たことあるんですが、まあ、許多介護支援事業所というのは、まあ、許多介護支援台帳というものを作成するわけですね、まあ、利用者さん一人一人の台帳ですね、まあ、医療でいうところのカルテみたいなものですねでこれっていうのを確かに作ってですね、まあ、管理保管するわけなんですけれども この台帳を作成した場合にも市町村に通知しなければならないと。こんなふうな問題が出たことっていうのもあるんですけれども、まあ、それは誤りになります。引っ掛け問題ということですね。確かに台帳は作成し、まあ、保管、うん、管理ですね、はしますけれども、ですが、作った都度ですね、作りましたよということを市町村に通知や報告するといったことはありませんので、まあ、その点も合わせて押さえておくといいかなというふうに思います。ということで、 居宅支援事業所の運営について問うている今日の問題ですが利用者が偽りその他不正の行為によって保険給付の支給を受けた時は都道府県に通知しなければならないというふうにありますがこれは誤りということになります。今日のの一一問一答の解説は以上です。